プロイセン軍の連兵場であった場所に1923年開港。第二次世界大戦下の1941年にヒトラーの命令によってベルリンを大改造する世界首都ゲルマニア計画の一環として建築家エルンスト・ザーゲビールの手で空港ターミナルビルが今のデザインに改修される。戦時中はもっぱら軍用飛行場として使用された。 ベルリン大空輸でテンペルホーフ空港に着陸する輸送機、第二次世界大戦後の冷戦下の1948年には、ソ連のベルリン封鎖に対抗した、イギリスやアメリカなどの西側陣営の空輸作戦、いわゆるベルリン大空輸の舞台となった。その後も西ベルリンの主要空港の一つとして使用されたが、滑走路が狭いことや空港拡張が不可能なことから、 旅客機の大型化に伴って発着便がベルリン・テーゲル空港などへ移ったために便数が減少した。それによる利用者の減少による赤字の形状やドイツ再統一後のベルリン・ブランデンブルク国際空港への機能集約などの理由により閉鎖される方針が示されたが反対意見も多く、その賛否を問う市民投票が2008年4月27日に実施された。 閉鎖反対が投票数の6割を超えたものの投票率自体は3割に止まったため予定通り2008年10月31日に閉鎖された2008年5月29日から31日にかけてベルリンフィルハーモニーの火災の影響によりベルリンフィルハーモニー管弦楽団が空港の格納庫で演奏会を開催した2015年5月23日 フォーミュラ E 選手権第8戦が東空港で開催された。空港前の広い部分を大きく利用した道幅の広いコースレイアウトとなっている。予選は、ヤルノ・トゥルーリがポールポジションを獲得し、決勝は2番手スタートのルーカス・ディグラッシュが1周目に、トゥルーリを抜きそのままトップでゴールした。ありがとうございます。